絵の革命家になろう。どうも、アルガです。さあ、今日はですね、こちら、見えないですね。一人旅でですね、思い立ったら吉日ということで、富山に来ております。でね、これで一泊して、明日、石川県の方に行って、まあ、ブラブラとしてこようかなと思ってます。まあ、主に目的は、サロンメンバーさんでもあるエフテレットさんですね、お店と、それから石川県のスイーツガーデン丸富士、それと、マルガジェラートさんに、ちょっと行ってこようかなと思います。今お店夏休み期間中なんですけど、ちょっと昨日の夜思い立ってスイーツガーデン丸富士さんとエフテレットさんに連絡して、ちょっと行っていいですかってね、言ったらいいですよってことだったんで、とりあえず行ってみようかなと思って今車を走らせてきました。はい、途中ねすごい黒い雲ありますかね。すごいね、黒い雲で大雨だったんでね、ちょっとオープニングだいぶ、もう次富山のインターなんですけど、まあここまで来てからオープニングを撮ることにしました。先月ね、セカンドチャンネルで上げたこちら、うちのスタッフと海旅行でね、富山来てるんですけど、まあその際にちょっとまたもう一回来たいなっていうのと、ちょっと石川までもうちょっとで足伸ばせるなっていうことだったんで、急に昨日思ったので来ちゃいました。ということでね、今回は僕の Vlog 的な感じで富山石川巡りをご覧いただければなと思います。ということで行ってみます。突然撮り始めるんですけど、ということで今日の目的なんですよ。わかりました、大丈夫ですよ。早川さんと、ね、あ、本当ですか。今日の目的、早川さんです。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、ということでね、今日富山に来た理由はこちら。6年目ぐらいって言ったかな、7年目ぐらいって言ってたかな。エフテレットさんです。うわ、綺麗な建物だしね、むちゃくちゃいい感じですよ。ちょっとお土産持ってきたんで渡そう。ちょっと着替えてきます。はい、あ、その前にこれいいですか、お土産。ありがとうございます。わ、これ気になってたやつです。あそこ、うちのシフォンケーキなんですけど。ありがとうございます。あと、紙袋ぐちゃぐちゃになっちゃった。なんかありがとうございます。いただきます。いやいや、はい、ありがとうございます。これまだ凍ってるかも。シフォン、本当ですか、解凍して食べてます。はい、わかりました。まだ売ってないんですよ、キャラメルなんで。絶賛してたやつです。自分でね。自画自賛してたやつ。ちょっと店内撮らせてください。はい、どうぞ。すごいおしゃれ。ちょっと改めて、はい、エフテレットの早川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然すいません。はい。なんか、え、これ端っこの方なんですか？ちょっと外れますね、市内よりは。あ、そうなんですね。はい、ちょっとでも目の前に広い公園があるので、はい、静かにやっております。あ、本当だ。あ、いいですね。公園がすぐそばにあるって。ちょっと今暑いんであんまり人いないんですけど。あ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いですね。何年目になるんでしょう？6年目。6年目ぐらい。あ、こちらが生橋ですね。まあ種類的にはそんなにあのいっぱいは出さないんですけど、ちょっとその季節によって結構入れ替えとかして、うん、はい、あのレパートリー変えて、まあでもあとは午後からっていうのもあって、午前中結構打ち込む店で、あ、そうなんですか、はい、昼ぐらいまでに結構なくなったりとかすることもあって、はいはいはい、結構追加する感じですか。はい、追加はしてはいるんですけど、ただ午後ちょっと弱いのであまり追いかけすぎないようにしてるんです。なんか営業時間工夫してましたよね。そうなんです、そうです、ちょっと短めにしてまして、はい、まあ、スタッフの時間を取りたいというのもありますし、お、はい、まあ、今の時代って感じ。そうですね、時代に合わせて。なるほどね、はい、ショコラもちょっと今、はい、夏場なんで市民だいぶ減ってますけど、これ、まあ、連休前というのもありますね。境目があるからショコラケースだ。そうです、そうです、すごいですね。これは何ですか。これは、チョコレートの花で、これだけで売ってるんですか。いや、コンコ6号のエクションですね。ああ、そっかそっか、トレードだったら別に置いておけるから。そうなんです、そうなんです、こんな感じでオプションとして付けれるように、はい、してます。これいいアイディアですね。これちょっとパクっていいですか。いや、全然いいです。あ、いいですね、デコレーションチョコレートだったら置いておけますもんね。はい、結構あの
5号6号限定なんですけど、あの以前あのボイシーとかでもアルガシェフは飴とか、はい、そういう細工をしっかり売っていかないとねっていう話を しとられて、あ、まあ、自分チョコすごい好きなんで、はい、コンクールでも結構チョコレートやってましたよね。はい、そうなんです、やってたんで、はい、自分でできることってショコラだなと思ってこういうのを始めました。これめっちゃいいアイデア。うちも飴細工売ったりしますけど、はい、チョコレート細工を売るっていうのも、まあ、もちろんいいですよ。はい、飴だと管理が少し大変ですよね。めっちゃ大変、湿気とかは、はい、そうです、はい、結局ケースありきなんで。そうなんです、チョコレートはいいですよね。こうやってエイジングさえあればあの作って置いとけますし、やろう。そうなんです、はい、ウィンドワズリーはカヌレ以外になんか他にいつもやってるんですか。土日限定でクロワッサンとかのそういった、あ、そうだ、クロワッサン、なんかモモクロワッサンやってましたよね。そうですね、あれめっちゃいいですね。あれめちゃくちゃの人気です。はい、じゃあすいませんが、はい、お邪魔します。お邪魔します。はい、こちら集合になります。はい、そんな広くない。何坪ぐらい、10坪ぐらいですかね。そうです、18、はい、すいません、お邪魔します。あ、ちゃんとノックス使ってくれてます。はい、使ってます。あれ、無風できます。プログラムに無風が入ってないやつ。はい、ちなみに、さっきのシフォンケーキ無風で焼いてます。あ、そうなんすか。はい、無風を最初3分で。これね、マジで、まだ僕も入れるんですけど、はい、来月頭ぐらいに、はい、また実験動画出しますけど、ね、無風モード絶対やった方がいい。てか、できるんですけど、無風モードっていうか、スイッチ切っちゃう。あ、なるほど、なるほど。スイッチ切ってやってます。ハワイの時とかそういうのやってました。あ、そうですよね、はいはい、あれもすごい風強いんで。そうですよね。風何段階ですか。6段階。これは、4段階でしか調節できないです。工場紹介していただいちゃって。もうね、8段、あ、10段か、はい、10段ですね。10段、はい、10段あった方がいいですよね。あれ、平釜は、平釜はこれもあんま使ってないんで。まあそうですよね、うちと同じかな。じゃあこれは2枚しか入んないですね。そうです、2枚の2段ですね。あ、はい、自分と同い年ぐらいですね。ああ、わかりますね。ああ、じゃあ多分うちもそうだわ。そうですね、で同い年じゃないですけど、うちは16歳ですけど。でもね、コンベクション入れちゃうと、そうなんです、8割こっちですよね。はい、ほぼこっちです。僕もセカンドブランドは平釜ないですから。そうなんです、まあ、なんでコンベクションを、まあ、タイプ違うものを、うん、もう1個とか、あ、はい、まあ、クリスマスのジェノワーズさえこなせれば、うんうんうん、もうそれで用足りるなと。あ、これは、はい、これ加熱もあるやつですか。そうです、ね、あ、これ便利なやつだ。ここにセンサーがあって、はい、これ取り付けて、まあ本当にカヌレ仕込んだりとか、あ、はい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 、はい、何度までいけるんですか。パティシエールもいい。パティシエール一応できるんですけど、ちょっと納得はいかないので。わ、うん、かる、自分的にはわかる、はい、瞬間的に一気に火が入ってほしいんですけど、はいはいはい、それをやろうとするとちょっと違うなっていう。これってゴムベラ的なのもあるか。ゴムベラホイッパーだけ。ですね、3種類4種類。ああ、これか。はい、一応あるんですけど、あ、ジャム炊いたりとかもできる。あ、はいはい、でも逆にそれ以外はできますよね。もちろんコーンシチューもそうだし、はい、できます。アングレーズもそうだし、はい、その他もろもろできます。アップルパイの時期、まあ、本当リンゴ、あ、リンゴも炊ける。炊いたりとか。ああ、それ便利だな、はい、結構リンゴ炊くんで、あ、すごい便利です。わかる、機械いいですよね。あとは20コート。そうです、あ、30コート、30コートか、はい、30コート。こちらは本当に重たいパートとか仕込む、うん、あ、まあ、あの辺が洗浄機。いや、さすが整理整頓されて綺麗ですね。いや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 、そんなことないですよ。またエンローバーとか、ね、ああ、これですか。なるほど、ちっちゃいんで T8 量少ないですよね。そうなんです。もう一個上が悩んだんですけど、いや、もう一個上になるとむちゃくちゃごついんです。そうなんです、場所がなくて。そうで、こんなになっちゃいますよ、はい、チョコレート作るときはもう同じ工場でやっちゃってるんですか。同じ工場でやるんですけど、あのスタッフ帰った後です。まあそうですよね。なるほど、あとはサンバーとか。わかる、これ昔コマの白いところに書いてました。あ、書きました。ほぼホワイトボード。はいはい、ローラーね、いろいろありますよね。これは冷凍ですか。冷蔵、冷蔵。冷蔵、あ、奥冷凍ですか。はい。おお、2坪ぐらいですか。3、あ、3坪か。2坪ぐらい。1.5だったかな。はい、ちょっとパンパンであんま綺麗じゃないんです。すいません。いやいや、全然全然。ああ、でもやっぱうちのと違うのは霜がついてない。冷蔵から冷凍だから。はい、そう、あのね、霜がめっちゃつく、はい、冷凍だと。そうですよね、それはずっとあの、まあ、どこの皆さんも言っとられたので、やっぱ冷蔵から冷凍行く方が霜つかないって聞いて、はい、つかないです。あ、それはすげえわ。ブラックそのまま突っ込みたいので。ああ、段差がね、はい、段差を消してもらって。ああ、へえ、こんな感じですか。じゃあ、はい、こんな感じです。へえ、いつも5人ぐらいで働いてるんですけど。そうです、引っ張らないですね。
ただまあ丸めるだけです。抹茶のティラミスと抹茶のティラミス、はい、まあ、シンプルに、うん、はい、うまい。お酒何使ってんの？酒入ってないです。お酒使ってない、はい、うちは、サバラン以外はアルコール入ってないですよ、ね、あ、そうなんですね、はい、お酒使ってそうな雰囲気な店なんですよ。そうなんです。使いたい、まあ、使いたいところもあるんですけど、でもまあ、香り程度にたまに使う時もありますが、基本入ってないです。これとかも入ってないです。周辺がやっぱその新しい家が多いので、お子さんとかちっちゃい方が多く住んでるので、それ考えるとあんまりアルコールきつく入れるので、あとはちょうど自分がオープンしたぐらいが一番アルコールをよく言われるような、あ、これお酒入ってますか、入ってますかっていう、はい、が多くて。これってグラサージュかけるとき普通にかかるんですか？かかります、かかります。なんかこうやって工夫しなくて、まあ、全然ですね。あの、むしろ普通のセルクルよりめちゃくちゃかけやすいです。あ、本当ですか？はい、なんでセルクルだと上かけたと切らないといけないんですけど、あ、平らだって、はい、これ系は全部あの流れてってくれるんで、うん、はい、切ることは一切しないです、ね、なので、うん、ピスタチオと、ヘーゼルナッツとフランボワですね。おいしい。まあ、あとはプチガト用にちょっと、はい、ということで一人でこんなとこに来てしまいました。なんかね、明日小松市の丸富士山に行くんで、ちょっと今移動してね、石川県まで来たんですけど、あのサンセットが綺麗だという場所があるらしいので一人で来てしまいました。どれどれ、おー、ガチサンセット。これは風力発電のやつです。なんか、カップルの方はいいんじゃないでしょうか。撮れてるのが逆光で見えない。せっかくだから登ってみますかね。はい、超恥ずかしいな。てかこれ一人でも結構恥ずかしいな。やば、これ下の人見たらどう思うんだろう。何やってんだあいつって。おお、綺麗ですね。はい、サンセット。周りに人いなくてよかったよ。はい、ということで思いつきの一人旅、今ですね車の中でございます。やばいね、この角度大丈夫？怖い感じになってる。この辺の方がいいか。今日ね思いついてきたんで、まあビジネスホテル取れたんですけど、車中泊でもいいかなと思って今日は車中泊にしました。お風呂も入ったしね、ご飯も食べましたし、ちょっとカメラ持ち込むのを忘れたんで携帯のね写真になっちゃいましたけど、まあそんなこんなでですね、この41歳のおじさんが大学生みたいな感じで車中泊をするというね。意外と夜は涼しくてね、26度ぐらいになってるかな。長野はもっと涼しいんですけどね、富山暑いねやっぱりね。まあでもこのまんまちょっと朝まで寝てですね、明日はスイーツガーデン丸富士さんの方に行ってみたいと思います。おやすみなさい。はい、着きました。こんにちは。おはようございます。どうも、よろしくお願いします。もういきなりカメラ回しちゃってますけど大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ケーキは今ちょっと夏場ムース系のホールは出てないんですけど、これは何のお菓子ね。石川県の五郎島金時って、はい、すいません、じゃあ皆さん普通の人では見れない、すごいね、まさにスイーツガーデンだね。これいつもお世話になってます。お世話になってます。あ、こうなってるんですね。こっちが、こっちがさっきので、焼き場っていうのは基本じゃあそこになるの？おー、でかいっすね。結構あると思います。マルガージェラートさんを勉強して長野に帰りたいと思います。次世代パティシエ修行の形、菓子作りを通してつながる新しいパティシエコミュニティ、挑戦から生まれるビジネスアイデア、失敗から始まるチャンス。
成功にとらわれるな、成長にこだわる。学びに対する熱い思いを持ったメンバーたちの参加をお待ちしてます。